めっちゃ発表やこれ。ほい、どうも徳さんです。どうも大八です。はい、先日、はい、我々水野主催のイベントをやってまいりましたね。はい、でそのイベント開演前にちょっと時間があったのでエスポート水野内を散策してまいりました、はいはい、まずはちょっとその様子をご覧ください。はい、グローブ水野プロだよね。水野さんといえばイベントの様子を見に来た兄貴と一緒に散策。すごい種類のグローブに驚いてる様子。水野プロは違う。何これ、ちょっと兄貴の懐かしくない。あれ往 往年のやつ、ワールドインのやつでしょこれ。往年やな、めっちゃ懐かしい。それピッチャーよ、これオールラウンド。オールラウンド、オールラウンド、すげえ。オールラウンド、めっちゃ最初に多分親父に買ってもらったのこれだと思うな。いや懐かしいな。あ、これやわ。おいちゃん最初に親父が持っとったのこれやわ。このロゴね。お親父が持っとったやつ。これだったと思うな。すげえ。オールラウンド。その他にも。すげえか。この前のオールスターで坂本さん使ってた。そう、このグラブ。2017年マイナビオールスターゲーム仕様のデザイン、カラーリングでのグラブとなっております。我々ホームランダービーの実況に行かせていただきましたが、確かにこのグラブ使ってました。自力書いてやるよ、自力書いてやるよ。すっげーかっこいい、すっごいかっこいい。いやいいね。はい、というわけでこんな感じでいろいろ散策してたんですけれども、兄貴も無邪気に無邪気にやっちゃうけどね。はい、まあ、でもね、ちょっと一つ興味深いグローブを発見して、はい、実はあの時僕買いました。おお、そのグローブがこちら。はい、じゃん。これね、では水野のグローバルエリート U ミックスというグローブで、新しい、そう、ポジションを凌駕せよ、荒々しい感じの。これなんか複数ポジション対応型グラブらしい。なんと我々の概念を完全に覆す、全てのポジションに適合する未来型のグラブだそうです。 U ミックスの U でね、はい、数字が書かれてるんだけど、俺が買ってきたのはこの U4 内外。おね、これね、一つ一つやっぱポジションごとあって、内野手の、まあ、あらゆる打球に対応できるようにポケットは人差し指あたり、うん、まあ、真ん中にね、うん、置きつつ外野も守れるように、はい、親指、小指、はい、そしてこの手の部分、はい、ここがしっかりと長さを確保されてると。ちなみに他にも種類はたくさんあるようですが、私は内野手用、外野手用を買ってまいりました。結構プロ野球もそうだけどさ、はい、やっぱ複数ポジションっていうのが主流になってきてるでしょ。はい、だってさ、このポあのウェブなんて見てください。内野用の一つでか一個多い余分だからね。あ、確かにここまでですよ。ポケット、そう、大体ここまで、この二つ目のね、あ、そのところまで。そういうことか、外野向けということでちょっと伸ばしてるってこと。そうそうそう。僕内野専門なんでね、内野手よりもここのね部分がすごく大きいわけ。うん、まあ外野もね、あのカバーしていこうっていうことで広めに作ってあるんだろうけども。はい、このようにあらゆるポジションを考えて作られたグローブ、早速実践してみました。はい、それでは早速この U ミックス U4 のグローブで試していきたいと思います。まずは軽めにキャッチボールから。 U4、 それでは続きまして内野ノック、そして外野ノックを受けてみます。あー、 U4 のノック、内野手用グラブとの違いはあまり感じませんでした。キャッチボールでは大きさが、はい、そして続いてライパチも受けてみました。はい、というわけで、この水野グローバルエリート U ミックス、はい、U4、 今日はね内外のものを使ってみましたけども、まあ内野守っていく上では
特には問題ないかなと。お前どうだった？やっぱりちっちゃいですね。ちっちゃく感じますよね、やっぱりね。これだもんな。でも数センチなんですけど。そうだね。うん。でもそれでもなんかこう、うん、指の長さがやっぱりだいぶ違うので、うん、その分ちっちゃく感じますね。うん、ただ、うん、その操作、操作、うん、はやっぱそう ちっちゃい分、はい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 、しやすいかなっていうのはあります。ある。僕は内野も持った時に違和感がなかったと。うん、でパチは外野も持った時に多少小さいけども操作性は良かったと。はい、いう話を総括するのであれば、はい、本当にね内野外野複数を守る人にとっては普通に兼ね備えてるんちゃう？ありそうでなかった。そうだね、野球を始めますとかね、うん、いう人にとってはオールラウンド、そして野球を経験されていて、まあ今ねあの大阪桐蔭なんかはね、あ、ニュースとかでさ、あのちょっと見たけどやっぱ複数ポジションいきなり練習させられるらしいじゃない。おうおう、ある意味こう試合に出る可能性をさ、あの監督さんとかコーチは模索しているわけだから、はい、その学生さんたちを生かそうというね、はい、そういう指導されているという。言いたいんですけど、うん、グローブ何個も買えないですよ。はい、外野手、ピッチャー、キャッチャーみたいに。買えないですから。そりゃそうだ。というわけで、はい、まあこのグローブ、まあ、ちょっと使っちゃったんだけども、はい、1周年企画プレゼントに追加しまーす。はい、というわけで特産 TV 1周年記念プレゼント水野グローバルエリート U-MIX の U4 内野外野用を一つ追加でプレゼントいたします。現在複数ポジションを守ってる、もしくはこれからポジションを変更し試合に出場する機会を伺うという選手にうってつけのグラブ、特産お墨付きの一品だ。さらにレボルタイガーベータ金属硬式用、振り抜きやすさと手首の怪我の防止に役立つこの一品、ヘッドスピード上げたい、遠くに飛ばしたいやつはこれを使え。その他にもプレゼント企画やってます。まずはこちら、特産初代軟式グラブのハイゴールドと同じモデルで、しかもおしゃれなグリーンの内野手用。続いて革質は超最高、職人さんの手作り。さらに人気すぎて品薄の IP セレクト外野手用。さらにさらに完全手作り純日本製の玉沢キャッチャーミット。おしゃれすぎる大リーガー御用達、特産注目のローリングスオールラウンド用。おしゃれ野球人のための高級感あふれるファイテンネックレスリーシュモデル。さらにさらに特産愛用中のミラーボール。9月末までのチャンネル登録者の中から抽選でプレゼントいたします。お待ちしてます。